皆さんこんにちはアルファアドバイザーズの黒岩と申します で、本日はその部活と就活化をどうやって両立させるのかっていうところをあの共有していきたいと思います。で、アルファアドバイザーズでは、えー、下は小学生から上は50代の方まで、まあ、幅広い年齢の層の方にあのキャリアのサポートを行っていますと。で、具体的にはあの就職活動だったり、留学、そして転職などのサポートを行っていて、まあ、非常に好評をいただいておりますと。で、最近その体育会系の方のまあ相談が増えてきていて、その、 部活をやっていているんだけどあの体育会系で部活をやっているんだけど、まあ、将来がちょっと不安であの話を聞きたいとかあの海外大学院に留学したいとかで就職活動のサポートをしてほしいとかあのたくさんの相談をいただいておりますやっぱりその不安としてよく聞かれることがその就活と部活をまあ両立できないとすることが難しいということで。 よく相談ををいいいいたただききまますすので、まあ、ここを回答していきたいと思いますで私も実際にその舌、まあの大会系の野球部であの部活動をしていてあの就活をと両立するっていうことは結構大変だったのでまあ、どういうふうにやっていたのかっていうところを,、えー、を入れていきたいと思います。でそもそもその部活と就活は両立できるのかっていうところで、まあ、前提としてやっぱりそのやっぱり週6から週7。 えと週6で練習でしたけど、まあ、練習があって、えー、プラスその休みの日にもまあ授業が入ってくるとっていう風になった時にあに結構あのスケジュール的にもきつきつで、まあ、あのインターンとかも行けないと説明会とかもその平日かぶ土日、えー、開かれることがあって、えー、と土日はもう完全にその1日練習なので、まあ、説明会も行けないしそのいわゆるそのワンデインターンとかにも参加できないと。 いうことになってます、ね、長期リンターなんても,なんかもってのほかというかあの、そもそもその部下許してなかったみたいなところもありました。はいで、まあそうですね、結果的に OB ・ OG 訪問の時間もなかなか取れずにっていうこともありましたね。あの人によってはあの1日2件とか3件とかこなしているあの友達もいたんですけど、これは部活やってない人ですよ。いたんですけど、まあ、あの野球やりながらだったら無理、部活やりながらだったら結構無理,無理みたいなところもありましたし。 あのそもそも動き出しが遅かったとっいうのもありますけどね。なので、あのこういった時間もなかなかあの取れにくいということがあります。で、ウェブサイトなどの対策時間が結構取れづらくて、えー、就活で出遅れてしまうみたいなことがありました。はい、であのそもそもその、まあ、前提としてあの、ステータスが満たされていないというかその、足りていないということがあります。で、やっぱり体育会系の部活動をやっていると、まあ、毎日練習であの、交換留学にも行けないですし、 えー、インターンもできないしその勉強する時間も資格とかも取れないしということであのそういったハードスキルの面で,す、ね、でがあの満たされていないということがあっていわゆるその皆さんが行きたがっている外銀とか外ン、GAFA、えー、そして、えー、総合商社みたいなところの、まあ、グローバルトップ企業の求める人材ではなくなってしまっているというのが残念ながらあります。もちろんその年に人人か2人 えー、総合商社に入れる人はいるんですけど、まあ、入ってもその国内営業みたいなこととかな扱いになってしまっていてあの、その後のキャリアで結構困っているというか、あのまあ、不満があるみたいな人は結構多くてですね、したがって、あのまあ、両立するのがかなり厳しいというふうに思います。なので あのまあ、やり方としてはたくさんあ,るありますし、例えばもうあの海外に小さい頃から住んでいて、英語はペラペラですという方もいらっしゃるので、あの本当にご状況によりけりなんですけど、なかなかそのまあ両立しながらやるというのは難しい状況にありますということです。で結論はというのは準備が全てであのウ,ェブテニウェブテストとか テスト系に関してもそうですし、その英語とかビジネス経験とか、まあ、面接もそうですけど、何聞かれるか分かってて、えそのためにしっかり準備して、あの完璧に答える準備をしていれば、うん、基本的に、えー、と就活っていうものはあのうまくいくのかなというふうに思ってます。これ、極論ですけどね、当然、人間性のフィットとかはあるんですけど、まあ、準備していけば、まあ、必ずその成功するというふうに思っています。 なので、えーとまあ、準備がすべてなのであの効率をまず突き詰めましょうその大会系の方っていうのはそのネットワークがあのたくさんあると思います、あのやっぱり大企業で働いていらっしゃる方多いと思いますし、えー、そのを使ってその情報収集しましょうであの最近は Zoom とかも使えるし Skype でもあのコールできるしということであの実際にその直接お会いしなくても、まあ、情報を取れるというかそのお話を聞ける、まあ、こういう状況になりますと。 なので、あの皆さんの状況を説明して、あの行くのが厳しいので、あの行くのが厳しいというか、ズームでもいいので、あの一度、まあ、30分時間くれませんかっていうことを言ったら、多分 OB の人ってあの、心よく OK してくれると思いますし、その後ですね、例えば OB の人と話した後とに、えー、と例えばこういう部門の人に会わせてくれませんかって言ったら、実際に会わせてくれたりもあのしますので、まあ、ネットワークをそ最大限活用しましょう、そして情報を集めましょう。 でそ,れその情報を例えば OB 法事訪問とかあの運よく説明会に行けたりしたら、まあ、その情報を仲間内で共有するということが重要だと思います。でアルファでもあの体育会系のコミュニティを作ろうと思ってちょっと私が立ち上げようとしているんですけどやっぱりこの情報を共有するスペースっていうのはあの必ず必要になってくると思うんですよね。なのでそのネットワークとかを使ってその、まあ、10人いれば10倍。 の情報が取れるわけですから、その活用して情報を取ってそれを共有する。であの例えば三菱商事の人はこういう雰囲気でこういうことを重視してるとか、あのこういうあの話がストーリーが刺さったとか、まあ、それってあのすごい宝になる情報なんですね。なのでそのネットワークを使って情報を集め、それをあの惜しみなく共有していきましょう。はい、で、そこから、まあ、得た過去問とか面接集 の面接の質問集っていうものを作って友達と協力しましょう。まあ、これは情報共有の一環なんですけどあの例えばあの年次の若い人1年目2年目の人に、まあ、どういう質問をされたかとかを聞いてあのその質問を共有するとで過去の,その面接の質問集を作って、えー、対策するっていうこともできますし、まあ、そういう情報をできるだけ取り続けて、えー、対策していきましょう。 で仲間内でその模擬面接をやるのもありだと思いますしが、あのこれはそのクオリティが担保されないというところはあの注意していただければと思います。なので、あのど,どういうことかというと、その要は喋っている内容がその合うかうかわないかというか、あの本当にその面接官にとって刺さるのか、あの採用を突破できるだけの内容なのかというところが結構わからないところがあるんですよね。なので、どちらかというと話し方とかあの印象。 をまあ、アウトプットとして練習するということを言う位置づけです。なので、クオリティを担保するためには、あのそれこそ OB の人にそのモック面接というか模擬面接を依頼する、もしくはそのアルファみたいなプロを頼っていただくということが一番効率いいと思います。で、えー、と実際にそのアルファとでや OB の人と、OBOG の人と壁打ちして、その後に仲間打ちでそのモック面接してこう、しゃべり方の練習をするという。 ことをすると非常にスムーズに喋れますし自信を持って、えー、堂々と喋れるようになるかなというふうに思います。なのでこういう準備をしていくことが一番効率がいいと思いますし、あの、部活をやりながら厳しいのは分かっていますけどなかなかそのあの日本企業も厳しくなってきていて、なんかポテンシャルを見とし見校してとりあえず取るっていうことはなかなかしなくなってきていますと。 なので、えーと、こういった徹底的に人の準備をしてあの、できる限りの準備をして、えー、臨むべきかなというふうに思います、ね。これがあのこ今日の結論になります。今日の結論になるんですけど、あのそもそもその、まあ、両立させる必要があるのかという話はあるんですね。私も本当に学生の頃は、まあまあ、今も学生なんですけど、学生の頃はあの部活に集中したかったですし、まああの 日本一になって、えー、優勝してそして、えー、プロになるっていうことが有名、まあ、でしたとなのでその就活を、まあ、両立しなくても、まあ、いいんじゃないかということで聞きつむほの,その戦略的撤退という選択肢がありますと、えー、いうお話ですで就活の時間がないなら学部時代は、まあ、しないっていう結論ですねこれはあのな,なぜかというと、えー、これ中途半端にその就活してもらって印象を下げるっていうことを下げたい避けたいんですね なので、あの当然、リカバリーっていうのは効くんですけどあの、なかなか大変ですと。しえー、と例えば、外資コンサルとか、P&G みたいな、えー、と消費財、外資消費財メーカーとかっていうのは、まあ、1回受けて落ちたらもう受けられませんみたいな、そういう縛りもあったりするんですね。なので、あのリカバリーが効かないケースも実はあ,るありますと。なので、その就職活動をする時間がなくて、その準備が、あの ままならないまま、えー、やるぐらいだったらもうしないっていう選択肢がありますで、かい大学四年間は全力で部活に打ち込みましょう。で、えっ、ー、とその後に、えー、海外大学院とかに留学して実力をつけてそこから、えー、就活するっていうのがまあ一番綺麗な流れだと思いますし、あの個人的には一番実力がついてその長期的に最も稼げる成功できる、えー、キャリア設計になっていると思います。 でやっぱり多いのが、一回就職あの学部時代に就職活動をして就職したんだけど、その国内営業ばっ,かりしばっかりでつまらないとかあの、本当にこの先のキャリアが見えないとか、まあ、昇進20年、20年かかるみたいな。あので、本当は入った後に、あの例えば IBD 部門に行けると思いましたとか、そのグローバルな仕事ができると思ったんだけど、まあ、その気配も一向にないということで、実際にその 社会人の方からその大学院に行く、または MBA に行くっていう相談が非常に増えているんですね。なので、その体育会系の方はあの結局、そのグローバル経験がない人っていうのはどこかでグローバル経験を取りに行かなければいけません。で、そのグローバル経験を取りに行くのは当然、その若いうちというか、できるだけ早く、えー、取ることで、一番最大化できるというケースがたくさんあります。なのであのであ 焦らずに就活するっていうのは非常に重要ですしまずしっかり実力をつけましょう、はい、で中途半端にして就活して全滅するケースも多数ですし仮に就活したとしてもその国内キャリアで終わってしまうで結局年収1000万に行くのに、まあ、40代まで50代までかかりますみたいなところがケースがたくさんあるので、まあ、遠回りは実は一番近道だったりもしますとなので、はい、こういったところをまずあのこういった選択肢もあるよというところですなので戦略的撤退 というものものありますということですし、あの皆さんが行きたがるその企業、外資コンサル、外資金融、えー、外,資外資消費財とか、あとはその日本国内で言ったらあの総合消費者のとかっていうものは、その部活が実はそのあんまりアピールポイントにならなかったりするんですよね。 なので、部活だけはってことですね。部活だけではなりにくいと。で、逆に言えば、その海外大学院に行って、英語もしゃべれます。しっかり勉強もしてきました。で、プラス、その部活もやっていましたって、やりていましたとなったら、これはあの非常に強いというふうに思います。なので、まあ、焦って就職活動をする必要はありませんと。なので、実力をつけてから就活することがベストかなと思います。はい。で、当てはまなければ即海外大学院へ行こうということで、えっ、ー、と、この、この中で、 このすべてに答えられるというか、イエスと言えるのであれば、そのまま就活してす,するべきかなと思いますが、まあ、一個でまはめられないのであれば、あの海外大学院に行って、あの実力をつけてから就活することをおすすめしますで。英語力がある、えー、これはその単純にそのスコア的な問題ではなくて、ちゃんとしゃべれて、あの議論できて、あの自分の意見を英語であの話せるという、こういうことですね。 なので、t o e i c 900点あるので、英語力がありますっていう、まあ、そういう話ではないということですね。はい。で、優秀な成績をとっているえ。ビジネス経験、ビジネスや興味のある業界に関する勉強をしている。あのこれはそのビジネスプラスで何かっていうことですね。例えばコンサルだあの、金融だったらビジネスプラスコンサル、あ、すみません、金融で、まあ、テックだったらビジネスプラステックみたいな感じで、まあ、しっかりそのビジネスとその関連する分野の業界の勉強をしているかどうか。 ということと、まあ、インンターン経験があるかどうか。どうこれは実地であの実際に勉強しているだけじゃなくてえ実地で学んでいるかあの実際にやったことがあるかということですね。はい、でいやこれはちなみにそのインターン経験というのは1デーイ,インターンとかその1週間のインターンとかはあの含まないという話です。ね。できるだけ長期インターンで、えー、経験しているかどうかということがあの重要かなと思います。はい、でプラスあのーリーダーシップ経験があるこれは結構その部活やっている人は多いかもしれませんね。 簿記、はいえー、2級、USCPA、証券アナリストなどの資格を持っている。これも、まあ、あのしっかり勉強しているかどうかというところにも関連してきますが、あの非常にアピールポイントになるかなと思います。あと、テクニカルクエスチョンに完璧に答えられるということです。やっぱりここが結局一番重要ですとあの。上のもの、上のこの1、2、3、4、5、6、6個っていうのは、 あの当然、その面接の前の書類審査であの特に見られるポイントなんですけど、そのテクニカルクエスチョン、あのその業界とかに聞かれるそのテクニカルな質問というものに答えられなければ、即応してしまいますと。なので、えーと、これに完璧に答えられるかどうかというのは必要に必要ですで、えーと。テクニカルクエスチョンの例を持ってきました。これ金融なんですけど、まああの 私が実際に聞かれたものとか受講生の方が聞かれたものとかっていうものを、えー、まとめています。でと、ベータとは何ですかとか、その会社の価値はどうやって定めますか、そのベータ,とかベータは多分あの、もしかしたら聞きなじみのない方もいらっしゃいますか、かかるかもしれませんね。 がまあ、これはあの、いわゆる金融用語ですと。で金融用語を理解してますかということですね。これはベータだったり、PR だったり、EBIT だったりあの、いろいろあるんですけど、要は金融用語を知っていますかということと、会社の価値はどうやって定めますかこれはその、アセマネとかヘッジファンドみたいなところでも聞かれますし、当然、IBD 部門でも聞かれます。で要は、バリエーションのやり方を知ってますかあのいくつか会社の価値を定める方法があるんですけど、それは、そのやり方を知ってますかどうかということですね。 はい、でおすすめの株は何ですかとか、今投資している銘柄は何ですかとか、それは何で買ったんですかとか、まあ、これはあのほぼ聞かれます、特にアセマネとか、あのマーケット部門とかではあのかなり聞かれる方かなと思いますし、あのまあ当然、その理由とかも説明しなければいけないですし、まあ、株を持っていることが前提で聞かれますということです。IBD 部門だったら、この質問ですね、ソフトバンクの孫さんにあの、M&A を提案しに行きますと。 であればどういいっった案を持っていきますかどこの会社とくっつけますかそれはなぜですかとかで。実際にどれぐらいのリターンが見込めますかみたいなところもあのどういうぐらい、どういうシナジーがありますかとか、まあ、そういったことも聞かれますということですね。これはやっぱり答えるの難しいんじゃないですかほとんど答え、適当に答えてしまうかパターンが多いと思うんですけど、これ結構あの大変なところなので、しっかり準備しましょう。あとは、 あのその用語とかで言うと、まあ、純利益と、これアカウンティングの話なんですけど、まあ、純利益と、えー、フリーキャッシュフローの違いは何ですかとか、はい、で最後にその年末の日経平均とドル円と、そしてダウはいくらになっていると思いますか、そのまあ理由は何ですかとか、まあ、これ結構やっぱ難しいんですよねこれら、こういった質問に答えるのって。が、まあ、アルファでは絶対的にあのやって、あの練習させてますし、まあ、勉強させているので、まあ、こういった質問にはまああの完璧に答えられるようになるかなと思います。 はい、でコンサルティングファームですで。コンサルに関しては、まあ、特に外銀なんですけど、本当座った瞬間、えー、ケース面接みたいな感じで、本当に思考力を問われる質問がたくさんありますと。でえーとまあ、具体例なんですけど、まあ、日本経済をダメにしているものは3つを3つ挙げるとすると、とか、まあ、日本はカジノを導入すべきかとか、まあ、こういう、あのー、実際にある、まあ、実際にその日本で起こっている。 その経済的な問題に対して切り込んでいく質問とか、まあ、やりがいのある仕事は何ですかと、何かと思いますかとか、まあ、そういうあの結構ビヘイビア寄りの皆さんの考えをちゃんと考えてますかっていうところを問う質問とかもありますね。あとはそのケース的なものでいくと、まあ、新幹線の紙コップコーヒーの売り上げを求め2倍にしてくださいとか。 まあどれぐらいその市場を推定するか、市場を推定する問題とか、日本で1年間に挙げられる結婚式の数を論理的に説明しなさいとか、漫画の市場規模を推定し、売り上げを2倍にしなさいとか、ここら辺はやっぱりその市場がどれぐらいなのかということをあの推定するということ、この論理的思考能力というものを見られているということですね。やっぱりこれはその練習するしかないですし、 あのいきなり答えられる、勘で答えられるようなものではないです。はい、で、まあ、いいビジネスって何とか、まあ、そういうあのざっくりとした質問もありますし、あと、利益を出せる環境ビジネスのモデルを提案しなさいとか、こういうビジネスモデルの提案みたいなこととか、まあ、コンサルになったら見てみたい業界は何ですかとか、あと、コンサルに,になって、 あのまあ、その孫さんに M&A の提案ではないですみたいな質問ですね、このコンサルになって、まあ、どこの会社にどういう戦略、ビジネスを提案しに行きますかとか、まあ、そういう質問もこと問われますと。なので、コンサルはあの特にテクニカルなクエスチョン多いですし、頭の良さというものを徹底的に見られるので。 しっかり準備していきましょう。これはあの非常に重要なポイントだと思います。で、からこれを答えられないようであれば、あの即海外大学院に行くべきだと思いますし、逆に言うと、ただ海外大学院に行って答えられるかって言ったらそういう話ではないんですが、ただ、アルファで、海外大学院に留学して、アルファであの徹底的にこういうことを仕込むと、あのほぼ完璧に答えられるようになるかなと思ってますし、あのどんな私でもできたので、多分皆さんでもあの簡単にできると思うんですよね。なので、ぜひ、まあ 徹底的に準備していただければなと思っております。はい。はい。では、あの北さん、あの本日の動画は以上になります。あの体育会系の方で結構就活に対して悩んでる方とかたくさんいます。で、周りに相談する人がいないとか、あの結構多いんですが、まあ、アルファではそのコミュニティも作ってますし、体育会系のですね。体育会系のコミュニティも作ってますし。しまあ、アドバイザーがかん。あの。 徹底的に皆さんをサポートさせていただきますし、まあ、私も実際にその大会系としてあのやってきた経験から、まあ、あのいろんなことをアドバイスできるかなと思いますので、まあ、ぜひあのアルファを頼っていただければなと思っております。まあ、全力でサポートさせていただきます。はい、では本日の動画は以上になります。見ていただいてありがとうございました。では失礼いたします。